ジェリー・ファルエルは、アメリカ合衆国のキリスト教福音派の、ファンダメンタリスト、南部バプテスト連盟所属の牧師、テレビ伝道師だった。生前は、アメリカ合衆国南部の福音派のキリスト教、原理主義勢力を取りまとめて、共和党を支援する党政治的に強い影響力を持っており、大統領候補者ですら無視することは困難だった。強硬な姿勢を持ち過激な発言が多いため、 大きな論議を呼ぶことが多かった。私生活では息子二人と娘一人がいる。キリスト教系の私立学校である自由、キリスト教学校、私立のキリスト教系大学であるリバッティ大学、そして強力な保守派圧力団体のモラルマジョリティの創設者でもある。息子の名前もジェリー・ファルエルであるため、ジェリー・レーモン・ファルエル・シニアと表記されることもある。ジェリー・ファルエルは、 1933年8月11日にアメリカ合衆国バージニア州のリンチバーグで母ヘレンとカーリーの間に双子の法割として生まれる。父は不価値論者で起業家でもあり、一度は酒の密造業者になったことがある経歴の持ち主だった。祖父についても強い無心論者であり、基本的には宗教とは無縁の家系であった。 地元リンチバーグのブルックビル高校を卒業後、1956年にミズーリ州のスプリングフィールドにあるバプテスト聖書大学を卒業し、進学の学士号を得た。ただし、同大学は2001年まで北中部大学学校協会の認定を受けていなかった。大学卒業後は、地元リンチバーグでトーマスロードバプテスト協会を設立し35人の信徒を抱えた。 その後は、現在までに2万人にまで増えた。1958年4月12日にメーセルと結婚。息子2人、娘1人を設ける。ジェリー・ファルエル・ジュニアは弁護士、ジョナサン・ファルエルは牧師、ジーニー・ファルエルは下界になった。1967年に入ると、熟年層の福音派キリスト教徒向けのキリスト教教育システムを整える必要性を感じ、 リリンチバーグキリスト教学校を設立したこの学校は自身の教会の下部組織として発展していき、後に自由キリスト教学校に改称した。1971年に地元リンチバーグにリンチバーグバプテスト大学を設立。この大学はその後リバーティバプテスト大学に改称後、さらに リバティ大学に解消され現在に至っている。あとに3つの大学から名誉博士号を受け取っている。テネシーテンプル人学校から名誉進学博士、カリフォルニア進学大学院から文学博士、韓国ソウルの中央大学校から法学博士が送られた。1979年に入り、後に全米でも有数の規模を誇るようになるロビー活動団体。 モラルマジョリティを設立し、政治への介入を深めていくことになる。1980年、アメリカ合衆国大統領選挙では、ロナルド・レーガンを強力に後押しした。2007年5月15日の朝に、職場で突然倒れ、リンチバーグ総合病院に搬送された。しかし、治療の開幕午後2時15分に死亡が確認された。死因は不整脈か突然死のどちらかによるものと、 判断された。1972年に全米証券取引委員会はファルエルの団体が発行した再建に関する調査に乗り出した。SEC 側はファルエルの協会に対し無担保の協会の再建による650万ドルの配給における詐欺と虚偽を理由に告発した。1973年にアメリカ合衆国連邦裁判所の判決により、 ファルエル側の勝利が確定した。1981年にフリーランスの記者を相手に語ったインタビューをもとに書かれた記事を理由に雑誌ペントハウスに対し1000万ドルの支払いを求めて民事訴訟を起こした。しかし連邦裁判所は記事の内容が名誉毀損やファルエルのプライバシー侵害には当たらないと判断したため訴えは退けられ敗訴に終わった。 1983年11月に男性誌、ハスラーにファルエルをからかうような内容のジョーク広告を掲載したためファルエル側が訴えを起こした。掲載された嘘広告にはイタリアのカンパリを宣伝するためにファウエルが自身の初体験の相手が母親だったと語る嘘のインタビュー記事が載せられていた。詳しくはハスラーマガジン対ファルエル事件を参照のこと。 小さな命を守る会は、評価は別にしてもプロライフを語るに欠かせない人物であるとしている。ファルエルは、キリスト教福音主義及び社会保守主義に、たった強い発言をしてきたため、大きな論議を巻き起こすことが多く、批判者も多かった。例えば、ジャーナリストのクリストファー・ヒッチンスは、ファルエルのことを、調査的詐欺師、信仰心を利用する、詐欺師、夕暮れから、 夜明けまで他人の性生活について非難しているときに性欲のない性格をまき散らしている点については特にひどいと強く批判している。ありがとうございます。